皆さんこんにちは、岡田真央です。はい、はい、社内社内まあいろいろ忙しいんでね、うちら。うーん、はい、こちら何かと言いますと、はい、今ダブルリーグのプレーオフが絶賛激闘中そうでしたね、はい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 、今もうベスト4まで出ちゃったんですよ、はい、まずベスト8がどこだったかっていう話からしますね。はい、整理しましょう。プレーオフの8チーム、はい、まず8位が日立ハイテクでした。はいはい、ハイテクね。7位が三菱コアラーズ、コアラーズね、はい、6位がシャンソン、シャンソン、5位が富士通、富士通、4位がトヨタ防衛、5位富士通だった。そう、5位、まあだから多分あーなれかポイントか、はい、コロナとかで、はい、そうで4位がトヨタ防衛、はい、3位デンソー、2位がトヨタ自動車、1位がエネオスです。あー、なるほど。はい、プレーオフはどういう感じかっていうと、はい、トーナメントなんですけど、はいはいはい、その下位同士が戦ってどんどん強いとこと戦っていく、勝ち上がっていく。ベスト4以下の5、6、7、8がまずやると。そうそう、やる。でそこの勝った方が次4位と3位とやる、うん。あ、なるほど。次1位と2位とその方がやる。え、1位と2位めっちゃいいじゃん。そう、1位と2位は試合がプレーオフは2試合しかないですね。そう、準決か決勝。じゃあ待ってるよ的なことですね。そう、待ってるよ、怖いよっていう感じでやっております。なるほど。でセミクォーターファイナルとクォーターファイナルが1試合だけで、うん、セミファイナルとファイナルは3試合とか2戦戦勝で行われます。はい、というわけで、はい、熱い戦いがこのね、あの4月2日3日あったわけです。もうだから 2日分やってるってことですね。そうまあ、だからエネオスとトヨタ自動車は絶対残ってます。そことどこがやるかっていうと、はい、エネオスの方は富士通が来ましたね。ああ、面白そう、はい、面白いでしょ。でこのトヨタ自動車の方にシャンソンが来たんですね、うん、これがすごい。デンソーが負けたんです、シャンソン。あれ、ちょっとこれなんでですか。いや、これちょっと今からいろいろ話していきたいなと思うんですけど。あ、なんかメモ、はい、メモ。私めっちゃ見たんですよ、シャンソンの勝つ理由みたいなのをすごい知りたくて。だってデンソーって強いじゃないですか。めっちゃ強いですよ。宝巻ちゃん、日本代表キャプテンが所属してて、ひまわりちゃんもいるし、ひまわりちゃん、日本代表の近藤ちゃんもいるでしょ。3人いるじゃないですか。めっちゃ強いんですよ。これがね、私見て本当に感動した。シャンソンすごい、うん、じゃあ今からシャンソンのことについて語りたいと思います、はいはい。まずシャンソンがやったところは三菱とデンソーですね、はい、その三菱と1点差で勝ったんですよ。73対72。ギリギリ。そう、ギリギリで、昨シーズンはそのファイナルで三菱にギリギリ負けてるんですよ。あ、なるほど。だからすごい因縁の戦い、リベンジね。まず三菱はどういうディフェンスできたかっていうと、うん、マッチアップゾーンみたいにしてきた。はいはいはい、ゾーンですね。なんかマンツーマンなんだけど、一人ずつにちゃんと捉えてるんだけど、みんなオープンにして守ってて、そのクローズしない、見ないしない、はいはい、オープンでみんなボール見て守ってて、はい、エリアも人も守ってるってことですね。そうそうです、そうです。で、ついていく。でもスイッチできるときはだからスイッチとかしたりして、でシャンソンはそれに対してめっちゃファイトオーバー、もうスイッチしない、ほぼスイッチ。あ、もうマンツー、そう、あの能代工業みたいなそうそう、マンツー往年のガチガチのマンツー。でもちゃんとスクリーナーのディフェンスもちゃんとこう手は出してあげて、そのカバーしながら、抜かれないようにカバーしながら、でもそのマークマンが自分でついてくる、おー、なるほど、感じの守り方をしたんです。で、もう本当、あのまず三菱はもう本当レブちゃんがめっちゃ中心なんで、渡辺ちゃんですね。まあ本当にあの子のピックとか、うん、あの子がポストアップもめっちゃうまいから、はいはいはい、ポストアップしてやったりとか、はいはい、本当にドライブもできる、めっちゃ速い、ジャンプシュートも入る、うん、スリーポイントも入るんですけど、オールラウンダーですね。パスも全部見てるから、本当にそのちょっと寄ったらパーンって投げるんですよ。なるほど。そう、もう全部できちゃうの。だからもうほぼあそこから始まりますよね、うん、あのオフェンスは、うん。まあ、西岡ちゃんとか、あと小菅ちゃんって子とすごいいい、あのセンターの子なんですけど、のポストアップとかもすごい良くて、あとアシストとかもすごいいいコンビネーションとかあったんですよね。でもシャンソンのすごいところはですね、はい、みんな頭いいんですよ。みんな頭いい、頭がいい、そう、頭がいい、あの若いチームなんですけど、はい、みんな徹底できるんですよ、そのチームの徹底力ね。そう、約束ごとみたいなのが、判断力もめちゃくちゃいいんですよ。例えばそのミスマッチになったら全員がちゃんと分かって広げるとか、あ、なるほど、なるほど。そのスピードのミスマッチだったとしても、そのスクリーンセンターだったら行こうとしちゃうけど、あそこ1対1、ね、行けるなと思ったらやめて、うん、こう外れたりとか、うん、三菱だと大きい2人がいたんで、はい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 、
シャンソンってセンターっぽいセンターマジいないんですよ。ほぼいない。で、ディアイ・ファトーちゃんっていう、ディアイ・ファトーちゃんっていう子が、セネガルの子が、一人めっちゃ大きい子がいるんですけど、うん、それ以外はほぼみんなフォワードみたいな。スモールラインナップですね、今流行りの。でも、だからこそ、うん、何でもその上できちゃうから、センター守ってる子も、全然ドライブとかスリーとか打てちゃうから、もうそこを、センターに使えたらドライブ行ったりとか、野口さくらちゃんとか特にそうなんですけど、めっちゃ上からドライブ行けるし、マッシュートも入るし、で、あの本当に気も使える。だからスクリーナーのディフェンスの気も使えるんですよ。頭いいから駆け引きができる。すごいじゃないですか。そう、本当にそう、駆け引きができる。ちゃんとスクリーナーのディフェンスってめっちゃこっちのかけられる方からするとすごい重要なんですよ。そこがどんだけこう顔を見せてくれるかとか、駆け引きしてくれるかで自分がこう戻れる、なるほど、時間が作れるかとかがあるんですけど、もうそれがセンターまでもがみんなできる。それこそチームワークはじゃあむちゃくちゃいいってことですね。そう、チームワークができる個々の選手の頭の良さとかセンス、やらかしがいないってことですね。そう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 、本当にそう。で、一人勢いつける選手みたいなので言うと、うん、千葉ちゃんっていう子があのいるんですけど、千葉ちゃんは新潟から来た、うん、あの子で、うん、あの本当この子が勢いって感じ、もうシャンソンの勢いって感じ。あとの子はみんな上手いって。なるほど。そう、本当に全員上手いんですけど、吉田ちゃんが日本代表候補になったルーキーの子なんですけど、うん、マジで上手いんですよ。これは何が上手いかっていうと、もちろんシューターとしてめちゃくちゃシュート入るんですけど、うん、そのシュートが上手いとかそんなレベルじゃなくて、うん、今どういうコートがどういう状況でとか、はい、ディフェンスがどこにいて、はい、味方がどこにいてみたいなのを大体分かってそのボールをもらうから、はい、それこそ本当にミートが上手い。ルイちゃんもそうなんだけど、ミートが上手いですよ。ボールもらうときが上手い。ははは、なるほど。その場でもらうのか、こう中にこうボールをもらいにパッて行くのかで、ディフェンスがこう下がるか、こっちに来るか変わるじゃないですか。なるほど。そう、ここで持ったら来るし、こっちで行ったら下がるじゃないですか。そういう駆け引きがめちゃくちゃうまい。全部わかってる。だからルイちゃんはそっからパスもできるし、シュートもできるし、吉田ちゃんはそれでもう、あの先手をすぐ取って、ボールもらった瞬間に先手取って、ディフェンスのズレ作って、ドライブ行こうとして下がるから止まって打つとか、そういうのがマジでうまい、うん、うまい。吉田ちゃん本当頭いい。なんか本当献身的、みんな頭良くて献身的、なんかすごいいいチームだなと思いました、シャンソンが。だから伝送はなんで負けたかっていうと、はい、私のあれですけど、はい、ただのあの伝送って本当高さがあるから、ありますよ、さくらちゃんでしょ、そのひまわりちゃんもいるし、さくらちゃんもいるし、うん、で負ける要素ほぼないんですよ。なんかもうそこでやっちゃえば勝っちゃうんですけど、うん、だけどそのさっき言ったシャンソンのめちゃめちゃそれでも頑張って押し出すとか、その入ったらめっちゃ寄るとか、うん、入る前に寄るとか、うん、で寄ったら大体パスさばかれるんですけど、うん、その一線のプレッシャーもちゃんとしてるから、そのなかなか楽にパスが出ないとか、うん、パスもさえも予想して寄った人がバッてすぐ走るとか、うん、なんかそういうちょっとしたことの積み重ねが全部先手を取れてる、シャンソンは。なるほど。で伝送はそれになかなかもうポストでやればいいのに入れられなくて、とか入れてもちょっと寄られてみたいなので、結構しかもキックアウトしてもバーって走って3点潰しに来るから、打ってもなんかプレッシャー来て入らなくてとかが多かったなと思います。このセミクォーターファイナルとかクォーターファイナル、結構みんなゾーンとかもやってたんですけど、2、3とかの三菱もシャンソンもやってたし、デンソンもやってたし、三菱の時も思ったんですけど、三菱はマッチアップゾーンだったから全員オープンで、そのシャンソンが最初ガーって動いてる時はその全部スイッチだから、そのちょっとたまにミスが起きた時とかにこう攻めれてたんですよ。はいはいはい。だけど足が止まっちゃうと、みんなこうやって見てるから足が止まって、こうやってゾーンだと思ってパスを回そうとしちゃうと、ただこうやって守られて、なんかそれをこうやってかき乱してちゃんとスイッチミスとかを起こさせるような動きをしないと、良くなくて、それが、まあ、シャンソンはできてる時はすごい良くて、できてない時はちょっと追い上げられたりしてたんですけど、まあ、それがでも最後までできてたし、シャンソンのことばっか言っちゃうけど、ディアイファトちゃんも本当さっき言ったディアイファト、はい、マジで頭いいんですよ。で本当にあの子状況判断もめっちゃうまくて、はい、その
ディフェンスがあのスクリーン自分にね味方がかけてくれて、うん、ゴール下に走る時とかも、うん、それを読んでディフェンスが来たら来たら逆行ってちゃんとボールもらえるところで物事するし、はいはいはい、その指示もちゃんと出すんですよ。ほうほうほう、あそっちパスして私こっちスクリーンするからみたいなことも言うんですよ。なるほど。大きくてそのゴール下でいろいろとかブロックとかはあるけど、うん、そうやってなんか分かってるマスみたいな動きする子ってなかなか珍しいなって思ってしまって、なるほど。だからこの子さえも頭いいからでシャンソンで言うと大沼ちゃんっていう大沼さんめちゃめちゃよくって、はい、この子23番の28歳ぐらいから、うん、ベテランの子なんですけど、うん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 、あのねすごいリバウンドめっちゃ頑張るんですよ。なんかすっごい大事な時にうわっと取りに行って、うんうん、そんな大きくないんですよ。その大きくないんだけどすごい大事な時に大事な働きをする子。なるほど。でちゃんとその子も頭いいから、うんうん、カッティングもめっちゃ上手くてドライブに対してディフェンスの死角をついてゴール下に走ったりとか、なるほど。でそれでゴール下で走ってそのまま勢いでシュート打つんじゃなくてカバー来たらちゃんとアシストできたりとか、うんうんうん、まあ、そういう選手献身的だし上手い。もうなんかねシャンソンは本当それに尽きるなと思います。みんなが献身的で頭いい献身的で頭そう嫌な子いないなっていう、うん、なんか自分勝手な子いないなっていう、ね、そうだからシャンソン今若手じゃないですか、うん、これ本当 2,3 年経ったらマジでもう全然ベスト2は 上位あのずっといるぐらいになるのかな。黄金期が迎えるかもしれない。そうそうそう、このままのメンバーでいったらマジで強いなと思いました。本当にすごいですよ。ちょっとびっくりした。え、次それがどこでやるんでしたっけ。そこがトヨタ自動車ってやるんですよ。トヨタ本当に頑張らないとちょっと危ないな。ちょっと足元スコンと言われる可能性ある、はい、まあトヨタはね大きくて動けるからあの本当にちょっともちろんシャンソンも難しいだろうなとは思うけど、でもこのねクオリティをずっともしシャンソンが維持できたら本当にありえなくないんだよな。なるほどね。でまあ、富士通とエネオスの方は、はい、まあ、富士通はね富士通とハイテク富士通とトヨタ紡織も見たんですけど、はいはいはい、富士通はやっぱディフェンスがブルーっていうか、うん、アイスっていうね、うん、守り方前もちょっと言ったんですけど、うん、ウィークサイドにドライブさせる方にディフェンスするので、まあ、内側に来たらスライドして、はい、外側行く時はあのこういう風に守って、はいはいはい、下の人が守る、はいはい、なるほど。センターが守る、うん、っていうディフェンスをもうその精度がすごいんですよ。でハイテクも実はそれやってたんですよ、うん、でもやっぱ精度が違うなってちょっと思っちゃいました。ディフェンスのなるほど。やっぱハイテクはちょっとやっぱこっち行かれちゃったりもしてたし、はい、そのこっちにでもウィークサイド行かせた時も富士通は分かってるからそうやってくるってその、まあ、迷わせる動きをするんですよね。そのハイテクのこっちのカバーするセンターの方がバッて出ていいのかどうかみたいな動きをするから2人行っちゃってとか、ね、そういうのもあったかなと思います。富士通は本当にちゃんとこっち来たらこの人がバッてるとか、うんうん、で2人行ったとしてもこっち あのセンターへのパスをめっちゃちゃんとカバーして止めてるとか、なんかそういう徹底力みたいなのがやっぱディフェンスも違ったのかなと思って。でそのブルーとかアイスの場合ってやっぱあのセンターの動きってすごい重要なんですよ、うん、あのスクリーンかけたけどかからないわけじゃないですか。そうですね、だからその人がどこに動くかってすごい大事なんですけど、はい、それがそのスリーポイントラインに出るのかそのこうディフェンスがこう守ってるここの間に行くのかでパス出す人があの出せるか出せないか決まっちゃうわけじゃないですか。そうだからそれをセンターがもうちょっと分かってあの間に行ってあげるとかそういうことができたらまた違ったのかなっていうのは思いましたね。まあ、富士通対暴食は、まあ、ざっくり言うと暴食はちょっとやっぱワンオンワンに頼りすぎた部分が大きいなって。なるほど。そう、まあ、言うたらそのブルーとかアイスになかなか対応できるチームがいないから、はいはいはい、どうしても最後ワンオンワンになっちゃうんですね、はい、なんかなるほど。 それでなんかなんとなくパスとか回して動いてたりとかしたとしても最終的にはどっかのポストアップのワンオンワンとか、うん、その上からワンオンワンになっちゃうから、まあ、それがいけるときはいいけど、うん、なんかカバー来たりとかそれがなんかちゃんと守れちゃったら だい止められてしまってなるほどっていうのでなんか結構競ってはいたんですけど、うん、そのワンオンワンが強い子が多いからまあ
多分できたんですけど、その簡単に攻めてるなっていうのはやっぱ富士通だったなっていう感じですね。うん、そうだから、まあ、チームのオフェンスをして勝つところに、ワンワンのチームはなかなか勝てないのかなっていう感じの印象でした。でも帽子もめちゃくちゃ走り回ってて、うん、そのディフェンスもすっごいプレッシャーも頑張ってたしっていう感じだったんですよ。なんか東堂ちゃんとかね、さすがでだ東堂好きなやつ、はい、好きなやつ、そう東堂ちゃんとかね、本当ポストアップもあの子できるし、そのなんかちゃんとディフェンスもね、カバーとかも、あの子は頭いい、本当にあの子も頭いいから、そういう気の利いたプレーめちゃくちゃするし、ワンワンもできるんですけど、ルイちゃんも本当にパスがかっこいいし、いいですねそう、もうルイちゃんは本当にそうだと思うんですよ、ね、本当にさっきも言ったけど、吉田ちゃんもそうだけど、ボールもらう前に全部分かってるんですよ、うん、もう分かってるんですね。そうだからパン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 って言います。でもらう言い方もキュッてやったりバッてもらったり、ルイちゃんねドリブル多くないんですよ、なんかすごいゆっくりつくんですよ、なんかタタタタってつかずにこうやってこうやって走るんですよ、でその中でパンってこうやって出す、そのなんかだからあの子はドリブルスキルももちろんあるけど、どっちかというとその体のなるほどとか、そのちょっとこの重心の移動とか、そういうのでディフェンスをタイトにつかせないようにして、なるほど、で見てドリブルが多い方がミスやっぱ多くなるじゃないですか、だからドリブル少なくしてちゃんと見て把握してる、全部なるほど、もらった瞬間分かってるみたいな、それがね本当にその感じがすごい好き、まあ、そういうのがね随所に見えてね、すごい楽しいプレーオフですね今。あらこれどうしましょう、予想は。うわーむずい。まずトヨタとシャンソンどっち勝つんだっていう話からなるんですよね。はい、そうそうね。まずどっちですか。いやシャンソンね全然ありえるんだよな。シャンソン全然ありえるんだけどトヨタかな、ギリトヨタ、ギリトヨタ。もう一個の方は？まあ富士通だよね、すみません。レアちゃんが怪我しちゃったんでね、エネオスは。え、そうなんですか。そう、岡本さやかちゃんが十字切っちゃったんですよ。だから、富士通勝つんじゃないかな。でも、他のメンバーもいいからな。いや、エネオスかな。21エネオスね。はい。ね、じゃあ、エネオスとトヨタが来まして、はいはい、どっちですか。私、開幕の時はトヨタって言ってたじゃないですか。はい、言ってましたよ。いや、トヨタかな。お、トヨタ優勝？はい。2連覇？へ、うん、三好ちゃんが今年引退するそうね、まだバリバリできんのに。そう、まあ、そういうのがやっぱトヨタに乗るんじゃないかなと思います。なるほどね、プラスにね。はい、はい、ちょっと皆さん明日からのセミファイナルが9、10、11、はい、でファイナルが16、17、18です、はい、ので皆さん本当に熱い、どっちが勝つか分かんない、言ったらもうセミファイナルからどっちが勝つか分かんないから、はい、もう皆さんぜひご覧ください。みんな頑張ってI came to groove, the whole band's